いやー、設置形式だよ。前回のラストで、ここの湖の国だったっけな。にたどり着いたんで、そこからやっていきたいと思いますってとこなんですが、ごめんなさい、左の上を見てください。一個もう、スタームーンだったっけ何だっけムーンを一つ取ってしまいました。何かって言うたらね、さっき収録ミスをしてってね、録画ボタンを押さずに録画したつもりでやっていたみたいでね。ちょっと1個取ってしまいました。すいません。その1個っていうか、ここで光っとるとこをヒップドロップしたらすぐに出てきたんですけどね。いや、こんな安易なところに出すなって、これね。これが、左上についとる1個なんですけど、それとこのステージのちょっと進んだところまでやってしまいました。幸いそこまで進んでなかったんで、まだそこまでネタバレできてないんやけど、してないんやけど、まあ、ちょっと進めてしまいました。すいません。ということで、進めていきたいと思います。どんな感じで進んでいたかと言いますと、水の広場への階段が壊されたっていうこの女の人がおったり、ここにおる人は、あれ見て、勝手に来た怪物たち。クッパはどこの国でも怪物扱いされてるね。観光客とか思われないらしい。うちらの大事なウェディングドレスを取っちゃってひどくない？クッパは怪物として通るとしてさ、ブルーダルズの4人に関しては、違う国の劇団員とかそのあたりに見えると思うんやけどな、俺は。この下のやつは何なんだろう。これはさっきの収録でちょっとスルーしてしまったけど。何これ！あ、これ時間内に全部取れ的なやつじゃ。全部取れ的なやつじゃ。過去の作品でもあった、全部取れ的なやつじゃ。待って。もう少し、わーよっしゃーやったー、比較的時間はまだ十分あったらしいわ。やったぜ、これは初見。よかった。潜って泳いで音符集め。よかった。みんなに初見のところ見せれてよかった。奥に進むと水の広場よーってわけでこっちで言ってくれている。でもね、先にあそこにちょっとローカルコインがあるんで、ローカルコインって言わない、この地域でしか取れない方のコインね。あるんで、先に取っておきます。取った件、これこうなったのに。ごめんなさいね。そう、ちょっと収録ミスった時にこういうことやったんですよって説明しようか、これ。取っとった件、もう、二度と来る必要はありませんの状態でした。ごめんなさいね。でもってだ、収録ミスったところは、ここのコーナー、ここ壊してめっちゃコインが、今でもあるんじゃ。収録ミスった時も結構取ったんやけど、まだ残っとったわ。で、これが、こう乗り移って、こう回したら、こう開くというシステムっていうことをね、初見のうちに見せたかったな。これは初見のうちに見せときたかったけどね、ごめんなさいね。まあ、2回目なんで、さらっと進みますよ。収録ミス、万歳。万歳じゃねえわ。こう、トゲのところがたくさんありまして、おっと、後ろに。ローカルコインです。ほら、これはちょっと収録の時に、ちょっと見落としとったというか、スルーしとったというか、見落としとったか。なんで、ラッキーということにしとこう。で、これはね、ちょっと、見ての通り、酸素のゲージがあって、それがゼロになったら、ちょっとずつライフが削られていくというシステムになっておりまして、こう、定期的にこの青を取りたい。というわけでね、それちょっと最初の方をテンパって、あれだったけど、で、一回目の収録時はこっちにすぐに左に行ったんですけど、せっかくやけん右に道が見えたんで、そっちに行きたいと思います。多分こっちにムーンあるんかな、ムーン。おっと、泡があって、ここで回復して上に何かあるぞ。おっと、これは寄り道大成功のパターンかもしれない。来たー！ドキドキスリルの宝箱。初見。よかった。何気に収録ミスって二回目やけんさ、冷静にこっち選べるわ。この空気やけん時間がないっていうプレッシャーでさ、正規の道を進みまくりよったもんな、一回目の収録は。こっちね。こっちに行ったら次のなんかエリアに行けるんですけど、正直寄り道をせんかったらこっちにすぐさま行っても次進めるような感じなんで、一回目はそっちに行かんかった。やけど、こっちは二回目やけん余裕がある。二回目という余裕があって、これにキャプチャー。そしたら酸素のゲージがなくなってですね、これ、楽に移動できるわけですね。さて、こっからは初見。
ここに入ったあたりでちょっとチラッと録画ソフトを見てみたら録画できてない、録画のあの秒読み全然進んでないっていう気づいてようやく、あ、上にあるだよこれ。あ、こんなに簡単なところあるんですか今回。なんか今回ムーンがいらい、えらい簡単なところあるな、おい。ぷくぷくの隙をついてて、隙を掴んでもさ、素通りできたわ。くらえ、ぷくぷくをぷくぷくで倒す。毎日毎日僕らは鉄板の上で焼かれて嫌になっちゃうな。沈んでいけるんやな、ちゃんと。で、今回はこれ、チップ、ムーンチップって言うんだったっけな。を全部取ったらっていう前にもあった。おい、ちょっと待て！おい、おい、また、またこれ見つけたぞ、おい。今回やけにめったら乗ったら、ハロー、ドッシー、ドッシーって言うんじゃん、これ。知らねえよ。やけに手に入るで、おいおいおい。ちょっと待って、ここまでたくさんあるとは知らんかったぞ、さすがに。一回収録ミスってネタバレしとっておいても知らんかったぞ、おい。いいの？そんな簡単なところ置いとっていいの？任天堂さん。ねえ。適当に見てもらえるだけでも手に入ってしまうよね、これ。他には？あの中あるな。ここは、ここ沈んで、よし。あと二つ、ピチョピチョ。あっち行ってー！めっちゃ下げられてる！マリオめっちゃ下げてられてますね。この石何なの？ひどくない？人間に戻った瞬間、敵ではないと判断してくれた。お前ら魚嫌い？人魚の魚嫌い？ええんか？ここがええんか？とりあえずここ空気取って、このチャック、さっきあったんと似たような感じだね。こう言って、こう言って、四角がいて、開きまして、何ここ？ショップやったっけ、ここ。あー、まあいや、ショップはいいやん。ショップだったっけ？その前に。いまいちこのまま扉が何だったかっていう覚えてなかったりする。次の、なんかダンジョンだったっけ？覚えてない。あーっとっとっと、どけどけどけ、空気がない、空気がないよ、空気がないよー、よっしゃー、あと一個。サクサク進んでますね。コインもいつの間にか400個。何か書いてはいいな。だ、あと一個どこだろう。視点を移動させて、ちょっと周りを見渡してですね。あとどっかなんか、ないんかな、あるはずなんやけど。ないからじゃないわ。あるよ、普通に。何この BGM。 ふぅ、魚のおなごわらわら。怪物たちは嫌いよ。ウェディングドレス取っちゃったもの。いや、ウェディングドレス取る前からさ、見た目の先入観でこいつらを敵って思っとったんじゃないの。今頃嫌いになられても最初から第一印象で嫌いに思っとったタイプじゃないの。なんか上の方にもローカルコインとかいろいろあるけど、ちょっとそっちも見ていきたいね。多分こっち、おお、あ、こういう感じか。これがあるんだな。多分これスターチップとは全く関係ないんだろうけど、ちょっと、せっかくやけ、1万円。お！これも全部手に入れようなパターンじゃ。あ、全部手に入れようなやつじゃ。うまくコントロールして、このリフトをちょっと利用して、リフトがここまで来るんだったら先にこっちを取る。あー、危ない危ない！オッケー！また出てきた。なんか今回本当にスーラスーラ出てくるね、このムーンくん、ムーンくん。正式名称名前忘れたっけ、ムーンくんにした。スタームーンだったっけ、これ。You get a moon! オッケー。じゃあ俺の実況の中でのこれの正式名称は、ムーンくんにしとこう、ムーンくん。ペラペラも慣れてきたよ。マリオはさ、定期的にいろんなシリーズでペラペラに作用ったけんな。もうペラペラの状態で冒険させられたようなゲームもあるからな。慣れっこ。それよりもさ、あと一個どこだった、どこなんだろうね。多分、最後の一個も水中の中のどっかにあるんだろうけど。どこだろう？あ！この中。あ、あるんちゃん、これ。
ある。よし、じゃあ、最後の一個。ゲット。ほんと、めっちゃいいペースで出てくるやん、これ。お前、乗り移らせろ、お前。毎日毎日僕らはおかんの言いなりで。いや、めっちゃ歌詞のセンスないわ。よっしゃ、じゃあこっちの方にも進んでいきます。ですね、ショーウィンドウは上、ショーウィンドウとかあるんじゃ。うん、これが、あ、ショーウィンドウは上って言ったけど、こっから上に行けるんか。おお、来た来た来た。と、あとローカルコインも興味あるけど、これはどうやって行くんじゃい。あー、ダメだ。あと、こんなところにこういうピーチっぽいやつ、猫ピーチみたいなものでこれピーチ姫は世界共通かってぐらいに。あ、ハートか。今はいらんけど、コインはとりあえずラッキーか。あ、真ん中にもブロックがありますね。ちゃんと取っていきますよ、ここら辺は。コイン、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 コインはいくらあってもよろしいことで、よっと。ここはなんもない。あ、なんもないと見せかけて、あった!よう見たら、あるやん、横道。誰?あ、あれ?これは、二人きりの空間ですね。あなた、私を待っていたのでしょうか。あ、あれ?目と目が合う。唇が、口。あ、見つかっちゃった?うん、偉い。じゃあこれあげよっか。抱きつく。あー!うわー!全部揃った。ちょっと待って。収録し始めて15分ぐらいでもう全部揃ったんやけど。え?今日いい日やな。なんか今日はいい日やで。イェーイイェーイイェーイ、はい。飛んだ地上やな、あの人。あんなところに差し込むなんて。さて、全部取って、上機嫌な俺はどんどん進んでいきます。もう思い残すことはないかもしれないぐらいです。な、これ。なお、せっかくの湖の国に来たんだから、泳ぎやすい格好に着替えてほしい。そしたら、ウェディングドレスはないけど、ショーウィンドウの中に入れてあげる。旅人さんの格好はどう見ても泳ぎにくそうだから、がっかり。ショーウィンドウなんこれ。なんか興味ある。ちょっと買ってきまーす。泳ぎやすい服を勧められたので買いに来ました。泳ぎやすい服ってどれ。泳ぎやすい服。泳ぎやすい服これ。もしかしてこれが泳ぎやすい服かな。高いわ。あ、せっかくやけん、これ買っとこうかな、もう。バリバリ買おう。ドレッジバレー、あれ?あー、上限増えた。あ、どんどん手に入るで、今回、ムーンが。やったね。あ、泳ぎやすい服って、これ?この二つか。かっこ悪い。似合わねえ。なんか浮き輪の内側の服がさ、囚人服でないか。海の近くの収容所から逃げ出したら極悪犯みたいな。あと帽子が合わねえよ。これでいいかな。帽子はそのままやけど、これでいいかな。ちょっと声2つ足らんけんさ、これでいったら起用してもらえんかな。泳ぎやすいよ、とりあえず服は。泳ぎやすいやろ。素敵だけど帽子が泳ぎやすい。細かいな、お前。いいね、その細かさ。あと2つ手に入れてこよう。って言った時にこれがあるもんな。取れ!あら。この下に何かあるんかな。ありそうでなさそうな、そのラインなんやけど。これ空気いける?かなり深いよ。あ、やばい。かなり深いよって言われたら、なんかやばい。ダメな気がする。
これ時間切れでちょっと死ぬ気がする、死ぬ気がする。危ない、ドゲンサンキューなキャッピー。魚の状態じゃないといかん感じかな。でもそこまでしてい、いける、そこまでしてようやくいけるんだったら何かありそうやな。行ってみよう。あっち行ってって言うね。安心してもくれる。やるね。この通り。魚の力を借りれば、もう触れないとこなってないのさ。マリオ。マリオ！なんだここ？あ！キノピオ隊長。めっちゃ怖がってますよ、キノピオ隊長。臆病ですやん。俺だよ。どこまで潜れるか、ちょうどいいってここまで来ました。途中の記憶はないですが、やりました。それダメなやつじゃね、頭に障害残ってるやつじゃね。その中、パワームーンも発見です。持って行ってください。マジ？いや、本当に今日パワームーンバンバン出てくるで。お邪魔します、ピノキオ隊長。ごめんなさいね。静かですね。知らねえよ。お邪魔するで。中に入らせて。中に入れんのか。なにこれ、中に何入ったんこれ。帽子ばっか集めてるこいつ。帽子マニアだったんじゃ。帽子入れすぎてよ、お前自分が入るスペースないでないかこれ。あ、ここに繋がってんのね。取った、あと一個。効率悪いな、この取り方効率悪いな。もうちょいいい取り方なかったか。どいつなんぞれとんな。よし、あ、こういう取り方すればよかったじゃ。ダンダダダって、なんかサスケやん。サスケにありそうな感じのやつやんこれ。何にせよこれ5枚手に入ったんで、帽子の方、ゴーグルの方が手に入るで、これやったぜ。湖の国万歳。買いに来たで、いただき、着替える。まあ、あんまかっこよくはないんだよな。めっちゃ嵐に回ってるやん、これ。海水浴に来たおっさんがめっちゃ嵐まくいよりの悩みやってる。よっしゃー。これでショールーム入れてくれるやろ。待っとれ。お待たせー。せっかく湖の来た、うん、着替えた、きれいだ。おっと、来た。ノード中に入って、鍵が開きました。どうやって開けた？お前、これ、この鍵には触れずにどうやって開けた？おい、おい、教えろ。よっしゃ、入れてくれるわ。あ、そういう感じ。ここに繋がっとんじゃ。はぁ、あ、はぁはぁ。どうした、どうした？なんでめ、俺のこと見てそんな顔するな、お前。多分マリオのことじゃないんだろうけど、俺のことを顔を見てからその、顔にあーっていう感じをやめろ、お前。これ、ここにあったんやな。その、クッパが取ったやつ。あー。チャララララーン、チャララーン。で？入れて何なの？入ったから何なのこれ。入ったら何すか？入ったら何があるって言うんすか？教えろ。入ったからと言って何があるんだ、教えろ。おっと、ここにはチャックがあります。
この壁にこういうチャックを取り付けるあたりさ、技術がすごい。裁縫の技術がすごいです。よし、こっちに何がある？そもそもなんか、ああ待った、あ結構俺このステージに強いタイプらしいわ。このステージに強いタイプらしいわ。湖の雪景って名乗ろうかな。湖の中の雪景、なんかジブリのタイトルっぽいな。おお、後からここに出てくるなお前。湖の中の雪景じゃ。みー、せつせつせつ、泉の子。まんまる、お腹の元気な子。ああ、そうじゃ、ここのこと忘れとった。そうじゃ、こういうダンジョンあるわ、忘れとったわ。ごめんなさいね。ここ来てなかったわ。この先か。さては。うぃー。まあ、どうぞい。あ、嘘。この布がそのまま道になるんじゃ。考えられとんな。こっちなんだ。ほい。ほい。鍵か。鍵がいるんじゃ。あー、よいしょ。オッケー。クリボー、クリボーは無視。クリボーは無視にする限りますな。この T 字の形に降りていく、また道。素晴らしい。この道を作る寸法に合わせてこう切り取っとるあたりがさ、もう寸法を測る名人。さては、凄腕がいるな。俺にもウェディングドレス作ってほしいんやけど。いや、俺のじゃないよ。将来の彼女のための。別に俺が切るわけじゃないよ。わかってるだろ。なんこれ、なんこの道。あ、おー、裏にコインをこんなにたんまり隠しやがって。へそくりだな、誰かのへそくりだな。誰の夫の妻のへそくりなんだろう。いや、すごいとこ隠してるね、さすが。めっちゃたくさんある。あ、鍵じゃ。はい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 、全部避けて。わー、また。いや、多いって、なんか多いって。なんか今回なんかバンバン行って、やばい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 、昔の昔のサンシャイン時代のイカみたいやん。マンタみたいやんお前。あー怖い。あの群がり方はちょっとトラウマを覚えるような人がおるかもしれん。でもクリボーやけんな、だからクリボーやけんな。サラルドっていう言葉は出てこんぞ。でここまで来まして、よいしょ。鍵穴に、穴、鍵通してないのに出てくるんだね。取っただけで。やったー！ファスナーの谷間。ちょっと待って、これで終わり？これサブ的なところ？これ。ストーリー関係ないサブ的なところだったらもしかして。マジか。まあよかったけど。パームーン手に入ったけんよかったけど。あ、ここから屋上に上がれるの、あ、マジか。ここか。あ、ここだったんじゃ。あ、ほんまじゃ。ああ、こっから上がるパターンのやつだったんじゃ。なるほどな。ほうか、ほうか。あ、こんなところあったんじゃ。はあ、マジか。コインも取って。ちゃんとこれ一個も残さずに。あー、なんかある！まだなんか、パワームーンの光みたいなのがあるし。ちょっと待って、オーバー振る舞い。今日オーバー振る舞いすぎるぞ、今回だけで。わー、また出たー。どこ行くねー、どこ行くねーやけど。もうここまで来たらとったも同然みたいな感じのところ来ちゃった。いいのか、こんなにサクサク取っていいのか。登れーん。登ったー。よし。ジャンプ！オッケー。これは同じ右。ファスナーのやつ。あれ、どうやって届くんだ、これ。あれ？同じファスナーのやつは、同じファスナーのやつは、あれ、嘘でしょ。行って、あ、これでいいのか、届いたわ。やったぜ。なんかそっとこの、ね、サクサク取れていいんですかってぐらい取れるようなんですか。いいんですか、いいんですか、本当に僕なんかでいいんですかの感覚やけど。はい、ここでヒップドロップじゃないわ。回転しながらちょっとずつ落ちていくパターン。
わあ、サクサク来ちゃったよ、ここまで。もうやり残したことってないんじゃないかなってぐらいまで来ちゃったよ。いや、まだあるんだろうけど。あるんだろうけど、素晴らしいとこまで来ちゃった。チェックポイント。よっしゃー、じゃあ今回はここまでさせていただこう。ごめんな、ブルーダルズ。こんな中途半端なところで止まってさ、お前のものも目の前なのに、え、やらないのっていう感じで、ジャージプレイ食らわせてやるわ。それにしてもこの格好。ブルーダルズもマリオがこの格好で来るとは思うまい。よっしゃー。というわけで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。シワゲ。